テッサリアはギリシャ中部の地域名であり、ギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリエスの一つである。テッサリア平原の広がるこの地方はギリシャの国葬地帯である。テッサリアの平原とピネオス川テッサリア地方はギリシャの赤領であるピンドス山脈の東側に位置し、東はエーゲ海に至る。北は地理的なマケドニア、南は中央ギリシャ地方と接する。 西には、イピロス地方、西南には、西ギリシャ地方と接し、ピンドス山脈やアヘロース川が境界線となっている。エーゲ海上に浮かぶ、スポラデス諸島の一部もテッサリア地方に含まれる。テッサリア地方は刺繍を山によって囲まれており、盆地上に、テッサリア平原が広がっている。テッサリア地方北東部のマケドニアとの境界には、ギリシャの最高峰である。 オリンポス山がそびえている。オリンポース山の山麓にはいくつかの盆地や渓谷が広がっている。オリンポス山海はピンドス山脈の死脈であり、西北から東南方向へ、エーゲ海沿いにオサ山やピリオ山を連ね、マグニシア半島とパガシティコス湾を形成して海へと落ち込んでいる。マグニシア半島の先にはスポラデス諸島が広がる。テッサリア西方には、 ピンドス山脈が連なっており、イピロスとの境界に、ズメルカ山、ラクモス山などの山々をそびえさせている。イオニア海に注ぐギリシャ第二のタイガー・ヘロース川は、ラクモス山の麓に源流を発している。ピンドス山脈のテッサリア川には、アグラファ山地が広がり、アルファ・アロー・ベータ・アルファ、ウプシロン・タウ・シグマ・ヨタカッパ・カッパ・ヨタ、ウプシロン・ガンマといった2000メートル級の山岳が広がる。 ピンドス山脈とその周辺には石灰岩地形があり、メテオラが著名である。テッサリア平原の中央部にはピンドス山脈に源流を持つピニオス川が東へと流れている。ピニオス川は多くの支流を持ち、流域にカランバカやラリサ、トリカラなどの都市を発展させている。ピニオス川はオリンポス山海の南東側にテンペ渓谷を刻み、 エーゲ海のテルマイコス湾に注いでいる。テッサリアには明確な夏と冬のシーズンがある。夏の降水量の多さは土壌を肥沃なものにしており、テッサリアはギリシャの国草地帯と呼ばれている。テッサリア最大の都市はペリフェリアのほぼ中央部に位置する主婦のラリサである。パガシティコス湾に面した東南部の港湾都市、ボロス、西北部の鳥らがこれに続く。 一万人以上の都市には他に、西南部のカルリサ、ボロス郊外のネアイオニア、ラリーサ近郊のティルナボスがある。テッサリアには、古くからの人の営みがあり、紀元前2500年頃の新石器時代の遺跡がある。ボロス近郊のヨルコスや、ディミニ、セスクロなどからは、未経年文明の遺跡が見つかっている。ギリシャ古典時代には、ラリサのアレウアスケや、 クランノンのスコパスケといった貴族が栄えた。紀元前4世紀には、フェライノイアソンが現れて、テッサリアを軍事的な強国とし、ペルシア戦争ではアケメネス朝側について戦った。間もなく、マケドニア王国のピリッポス2世が、テッサリアのアルコンに選ばれ、以後の数世紀にわたってテッサリアはマケドニアに、服属した。ローマ帝国に征服されると、テッサリアはマケドニア族州の一部となった。 ローマ帝国が東西に分かれると東ローマ帝国に属した。テッサリアは多くの民族や国家の争奪の舞台となった。7世紀にはスラブ人の一派がこの地に侵入し、8世紀後半に東ローマ帝国がテッサリアを奪還して多くのスラブ人を捕虜とした。977年にはブルガリアが占領し、1044年までこの地を支配した。 1066年には朝税への不満から、テッサリアのアルーマニア人とブルガリア人が東ローマ帝国に対して反乱を起こしている。1204年、第4回十字軍がコンスタンティノオープルを陥落させると、十字軍指導者であったモンフェラート公、ボニファー・チョ一世は、テッサロニキ王国を建国し、テッサリアを支配した。1225年には、イピルス先成功。 テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスがテッサリアを占領した。1271年には、仙台イピルス先生公の諸子であった、ヨハネス一世・ドゥーカスがテッサリアにおいて自立し、独自の地方政権を立てた。1309年には、イベリア半島出身の傭兵団であるアルモガバルスが、テッサリアに入り、この地を拠点として、アテネ公国を征服している。1318年に、 テッサリア尊厳皇、ヨハネス二世イドゥカスが後継者なく没すると、アルモガバルスによってネオパトリア公国が樹立された。その後、1337年にはセルビア王国のステファン・ウロシュ四世イドゥシャンによって占領された。オスマン帝国による最初のテッサリア侵攻は1386年に行われ、ラリサを一時的に占領した。 1392年から93年にかけて2回目の侵攻が行われ、ラリサが再占領された。1394年には、バヤジと一世への申請が行われた。1402年のアンカラの戦いで、オスマン帝国が敗北すると、テッサリア東部は東ローマ帝国側に奪還された。1423年、ムラと二世によってテッサリアは再び占領された。 1821年にギリシャ独立戦争が始まり、1832年にギリシャの独立が列強とオスマン帝国に承認されるが、テッサリアは当初その領域には含まれなかった。テッサリアの貴族はギリシャ王国とオスマン帝国との間の紛争事項となった。1881年、テッサリア全域はオスマン帝国からギリシャに割上された。テッサリア地方は 以下の5つの行政区から構成されている。これらの地区は2010年の地方制度改革以前は自治体としての県であった。2011年1月1日にノモスが廃止されて行政区となったが、この時にマグニシア県から当初部が分離されてスポラデス県となった。テッサリア地方には基礎自治体である市が25ある。道路、鉄道の路線一覧のうち、 内の地名は、ベリフェリア外を示す。首都アテネと第二の都市、テッサロニキを結ぶ高速道路がテッサリアを縦断しており、欧州自動車同時 E65 に指定されている。西のイピロス地方との間には、ピンドス山脈のカタラ峠を越えて、グレーンマイナス6が、北西の西マケドニアとの間には、グレーンマイナス3が走る。カランバ駅。後方はメテオラ。 テッサリア地方では19世紀後半から20世紀にかけてテッサリア鉄道が狂気の路線を敷設した。国有化されてギリシャ国鉄に組み込まれた後、1970年に一部区間が標準期に改められ、アテネとテサロニキを結ぶ幹線に組み込まれた。このほかピリオ山には観光用のピリオ鉄道がある。このほかラリサにも商業空港があったが、 1987年に閉鎖されて以降軍用に用いられている。テッサリア地方北西部のカランバカ近郊には、祈願の上に立つ修道院群で知られるメテオラがあり、ユネスコ世界遺産に登録されている。ここでの都市は中心市街地区を指し、自治体の郊外部を含まない。ありがとうございます。